仮設された昌平橋稼働橋と昌平橋駅1908年7月撮影後眼構築中の万世京高架橋。後方は昌平橋稼働橋と掛け替え前の昌平橋1908年7月、撮影ハーコート社の製造名版。2013年10月昌平橋稼働橋は東京都千代田区神田菅町1丁目、神田淡路町2丁目にある鉄道橋である。 東日本旅客鉄道中央本線を通している。中央本線が昌平橋駅から万世橋駅まで延長された際、昌平橋駅、万世橋駅間の一等道路、第二類の道路にかけられた橋梁である。本橋梁は1904年製造のドイツハーコート製で、ハーコート、ドゥスバーク・ジャーマニー、1904? と記された名板が付けられている。 本橋梁のお茶の水方のレンガ作りの橋台は勾配加減効果強度一体になっており、神田方のレンガ作りの橋台は万世強高果強度一体になっている。本橋梁の北側には昌平橋が神田側にかかっている。なお、本橋梁は現用、現位置でバックルプレート桁のまま残る日本最古の桁とされる。橋桁は、 お茶の水駅水道橋駅間の新水道橋稼働橋、水道橋駅飯田橋駅間の小石川橋通り稼働橋と同時期に制作されたものである。ありがとうございます。